ラリー、モートン、イギー、ウェンディー、ロイ。クッパジュニア、ラリー、ロイ、ウェンディー、イギー、モートン、レミー、読めない。はい、クッパジュニアです。はい、ということで、クッパジュニア回です。いやー、マリオシリーズラストのキャラクターなんですけども、まあ、とにかくもう全てにおいてフィールドスマッシュはもう優秀なマリオキャラクターの中で、まあ、とりわけと言わず、まあ、ほぼ唯一でしょうね。ロゼチコはまだ僕が下手なだけであれなんですけど、もうとにかく唯一マリオシリーズの中で超劣等生、本当にこいつだけはどう頑張っても高得点が出ないでおなじみのベビークッパさんですよ。ベビークッパじゃないね、クッパジュニアさんですね。もう未だにね、あんまり分かってないんですけど、まあ大体、まあ、見た目は分かってんだけど、なかなかね、パッとなかなか出てこないわけで、まあいいでしょう、そんなことは。まあとにかく、このキャラクター、ね、何がダメか、何、だからあれですね、なんか最近になってさ、このキャラクターの何がダメかってところから入ってますよね。いいところから行ってきます。いいところ、空中前 A 以上。オッケー、空中前 A です。空中前 A だけは優秀です。はい、なので皆さん空中前 A だけ使って頑張っていきましょう。あ、やばい、ちょ、おー、危ね、よく知らなかったな今の。パキラ重なってきた、多分死んでて、ちょっとそういう地味なやついらね。こういうのマジ泣かせだから、本当に。よし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 。はい。それ以外。改めてですか？なんですか？他に？他にいいところ？他にいいところ？え？クッパジュニア？なんですかね。まあ、僕はすごいこのキャラクター自身には思い入れがあるんで、まあそういう思い出ポストかな。じゃあ、本当に悲しくなるぐらい、いや、もうね、もう、なんか言いたくないっすよ、俺だって。クッパジュニア好きだから。クッパジュニア好きだから、こいつが雑魚だって言いたくないんです。でも言わなきゃいけないです。あの、フィードスマッシュやってる人間として、雑魚です。あのね、せめて、もうちょっと、下スマの、隙がなかったら、もうちょっと頑張れたと思うんです、こいつでも。おーい、このタイミング。ひどいな。空気を読んでくれ、もうちょっと。あ、でもいいや、3つ出てくれたから、これはいいアイテム集め。あー、4つも出てくれた、ありがたいですね。はい。いや、まあ、とにかくこの連続攻撃系がね、もう、本当に、辛い。ジョキジョキ系っていうんですか。もう、それだけですね、あとは。そう、なんで、もう、そう、空中技も、そう、空中技もほぼジョキジョキ系なんですよね。で、だから本当に空前ぐらいしか、誇れる要素がない。マジでないんで、もうこればっかりはね、もう何も言いようがないんで、もうとにかく攻撃をバカすか当ててって、あとは運を引いていく。そう、もう運ゲーだから。で、フィールドスマッシュってね、あの、運ゲーなんで、はい。実力でどうのこうのなるようなゲームじゃないんで、運ゲーなんで、よーし、オッケー、ナイスクリティカル。クリスタルじゃない。ナイスクリティカル。もうね、とにかく、こういうジャックキャラは、もう運を引いていくだけです。ね、もうただひたすらやり続けて、一番そのキャラクターでいい運を引いたときに、しっかりとした行動ができるようにひたすら練習しておくと。ということですね。なんかよく、あれでしょ？あの、スポーツとかもさ、そうじゃないですか、部活動とかも。ここ一のタイミングのために、ひたすら練習を重ねて、日々の辛い練習を重ねて、ここ一のタイミングが回ってきた時にしっかり成果を出すために練習しろよ、みたいな。そういう感じです。本当にひどい理由ですよね。ではさ、ちょっと話変わりていいですか？ちょっといや、もうそれ以上言うことがないんで、これから。で、なんで、急にさ、その Wii あたりから、こんなに優遇されるようになったんですか？いや、俺、すごいそれが疑問で。いや、別にいいんですけど、そんな、このキャラ。ね、でも、お父さん世代がまあね、あの、まあ、ベビー、クッパジュニア覗いたら、まあ、お父さん世代のキャラクターでしょ？お父さん世代なんだよ。どんぐらいなんだろう。まあ、30代ぐらいじゃないですか、世代的に言うと。ぐらいのキャラクターで、で、まあ、クッパジュニアだけ唯一、若いんですよね。僕の世代のキャラクターで。で、まあ、そうだよね。
だったのにもかかわらず、なんでかこう Wii になってから、ボスが、こう、各面の、いやー、2倍取っていくよ取りますよ、そりゃ取りますよ。はい。OK。さあ、そして、アーマーを使って、ちょ、やめれ、やめれ。こう、上スマが、えぐい。よし。OK、OK、OK、取っていく。取っていく。はい。オール、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 オッケー、オッケー、オッケー、いい感じで取れた、いい感じで取れた、オッケー。よしよしよし。はい、で、宝箱しっかり開けて、あ、メトロイド、もう聞いた。メトロイド多いですね。あー、でも、いい感じにいけたんじゃない？いい感じにいけたけど、ただ、満身なんで、これが。これがね、あ、ちょ、こっち行った。行った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 。こっち、こっちです、こっちですね。宝箱がまだあった。よし。そう、ただね、これで安心できないのが、ジョキジョキからのね、辛いところで。これが辛いところなんですよ。こんだけいいパラメーター持ってたとしても、結局ジョキジョキキャラの、その要は相手にダメージが与えられてないっていうところで、スコアが出なかったりする。で、何の話したっけあ、そう、なんで復活したかっていう話だよね。ね、マリオカート8でも相当、ね、優遇されてましたもんね、モートンとか特にね。なんでなんだろうなーっていう。いや、まあいいんですけど、せっかくだったらね、新キャラとか出してくれた方が、まあマリオファンからすると嬉しいのかな。どうなんだろうね。やっぱ昔懐かしい、まあそれは人によるのかな。懐かしいキャラがいてくれた方がいいのか、逆に、いや、なんか、新しいキャラがいっぱい増えた方が楽しいのかみたいな。で、このバブルだってね、そうそうそう。昔のバブルと全然違いますからね。僕もびっくりしましたよ、こいつの名前最初に見たとき。え、あいつなのみたいな。え、名前一緒なんだ。別種族かみたいな。ちょ、やばい。ちょ、待って、負ける。やばいやばいやばい。普通に負ける。ちょ、あかん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 。はい、はい。ジョキジョキ、ジョキ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 、オッケー。はい、はい。ちょ、待って、やばい。ちょ、ほんとね、見た目によらず隙がでかいんだ、こいつ。大丈夫 ?40、40。いやー、ギリギリだよ、ギリギリだ。早く早く。よしよし。大丈夫大丈夫、勝った？危ない危ない危ない。オッケー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 。とりあえずオッケー。怖っ。全然スコア伸びなかったですね。さあ、話がすごい二転三転して、中途半端な尻切れトンボ。まあでもスコアは20万点超えましたね。はい。お、え？24？ え ?24？ え、なんで？え、なんで？え、なんで？